先生、ちょっとお時間もらいますね。今回は超重武者のおまけで引いた眠れり扱っていきます。テーマ内 UR が2種類でお財布に優しいですね。例によって細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの高校、誘発握ってないので相手の展開を眺めるしかないですね。あ、金が最強のシンクロモンスター、パンクルーラーことカオスルーラーを牢屋にぶち込まれたパンクさんじゃないですか。いやカオスルーラーの汎用性が高すぎただけか。どうして勝手にいなくなっちまったんだ。早く帰ってきておくれ。生贄に若牛とサーキュラー差し出すから頼む。まあ対面する側からしてみたらここでカオスルーラーじゃないだけマシか。あいつはいいやつだったよ。とりあえずパンクテーマないだけでモンスター効果無効とバウンスはほぼ確定。この手札ならそれくらいはなんとかなるかな。なんか来た。ゴールドプライドも眠れりやと一緒に来た新規だったか。正直どんな動きしてくるテーマなのかさっぱりわからんぞ。自分ライフが減ってるとアドになるテーマなのか。確かにライフ削って動きながらチューナーを共有できるパンクとはシナジーありそう。あの盤面が硬いのかどうか判断つかんな。ドロー G とは強気だな。実際ぶっ刺さるのでチェーンハカーナで向こう。 G は通らないものなのだ。メイン1の開始時にエクストラデッキ6枚飛ばして合金発動。はぁ、ふぅ。見えてるカードに妨害されるのはまだ許せるが先行対面から G うらら飛んでくるのは許せん。いや、それがゴールドプライドの強みなのか。誘発いっぱい詰めますよ的な。ディバイナーも止められた。これは見えてたからしゃあなし。スモールワールドで手札のモンスターを1枚除外し、デッキからも1枚モンスターを除外して条件に合ったモンスターをサーチ。ぶっちゃけスモアの中継点は覚えてない。夢見る眠れりやを P ゾーンに配置。あ、ここでシンクロしてくるんですね。アメージングドラゴンでこっちの場が全部バウンスされるけど、夢見る眠れりやが効果発動前なので問題なし。危なかった。あれがもうちょっと後だったらもうお手上げだった。夢見る眠れりやの P 効果で眠れりや永続魔法をデッキから表側で置き、自身を表側でエクストラデッキに加える。眠れりやの新起動でエクストラデッキの裏側カードを2枚裏側で除外し、カード名が異なる獣族レベル10を2枚サーチ。ここは先にクエットから出すべきだった。クエット効果でエクストラに表側夢見る眠れりやが存在し、眠れりやカードが対象になった時、エクストラから裏側で1枚飛ばすことでその発動を無効にする。エクストラから夢見る眠れりや以外のカードを3枚除外してレベイリを手札から特殊召喚。こんな感じで眠れりやはエクストラのカードをコストに効果を使う。お礼効果でエクストラを1枚飛ばしてこのターン自身の攻撃力をアップ。眠れりやモンスターが破壊される場合新起動の効果で代わりにエクストラを1枚飛ばす。メイン2でレベイリ効果、場の獣族レベル10を墓地に送って眠れりや罠をセット。相手ドローフェーズで永続罠レペって発動。まだ効果は使わない。なんかでかい融合出た。新起動の破壊耐性をすり抜けてコントロール脱出された。なるほど、相手ターンにあいつを出して妨害するのか。エンドフェーズにレペって効果でエクストラを1枚除外し墓地から眠れりやカードを回収。夢見る眠れりやはエクストラに同盟しか存在しない場合のみエクストラから特殊召喚できる。そして特殊召喚に成功した場合裏側で除外されている自分カード3枚につき1枚まで、相手のバト墓地から選んで裏側で除外しその数だけ裏側除外カードをデッキバウンスする。眠れりや使ってて一番気持ちいい瞬間である。エクストラが回復したので除外してサーチ。クエットはエクストラデッキに表側 P カードがあれば手札から特殊召喚できるが、夢見る眠れりやは場に出してしまったのでやむを得ずアドバンス召喚。一応保険でモンスター追加してバトル。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの先行スイートドリームスで眠れりやモンスターをサーチ。はぁ、あ、ふ
風。ならば金券で引っ張ってやる。エクストラを飛ばしながら展開するネムレリアは壺を無理なく使えて、墓地に行く代わりに除外する軽効果にも強い。あ、やべえ、夢見るネムレリア引けなかった。しょうがないからガンマでも拾うか。どうだ？怖いだろう。またパンクか。相手がドローフェーズ以外でカードを加えたのでドロールロックバード。これでこのターンお互いにデッキからカードを手札に加えることはできない。ここデフだからガンマ、デッキからドライバーを特殊召喚してモンスター効果を無効。まだ動けるのか。しかしロックバード適用中なのでこのターンサーチはできない。ゴードンでメインデッキ10枚飛ばして2枚ドロー。微妙。3枚飛ばしてレベイユ特殊召喚。この効果を発動するターン自分は P モンスターしかエクストラデッキから出せない。場のモンスターをデッキバウンスしてレアリゼを手札から特殊召喚。さらに特殊召喚に成功した場合デッキから夢見るネムレリアを表側でエクストラデッキに加える。ネムレリアはエクストラにネムレリアがないと使えない効果もあるのでとりあえずの準備。トップ強いな。ロックバード先生、お願いします。めんどくさいやつ来たな。あ、殴ってくれた。これで効果を受けない耐性は消えたな。合金で6枚除外。これでエクストラからネムレリア以外は飛んだ。ここではゴードンで飛んだ分もカウントされるから大量除去だ。はい、気持ちいい。この時のためにネムレリア使ってると言っても過言ではない。リソースも一気に回復するのでディバイナーから展開できる。対戦ありがとうございました。改めてデッキレシピ、特に混ぜ物は入れてない順構築。ディバイナーはイーバを落として夢見るネムレリアをサーチできるほか、ヌトス落として妨害踏んだり、アーク落として妨害ケアのサウラビスをサーチできたりする。スモールワールドはお試しの1枚採用。ガンマやウララといった誘発を持ってくることが多かった。エクストラはディバイナーのコストにガンマからのバロネスセット、レベル10アーゼウスセットに汎用誘発を入れてあるが、持ってなければ除外コストと割り切って適当に埋めるのも手。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。